お、向きが変わった。どうですか、打角が変わりますよね。要は同じ打角でもバイクをベタって寝かした方が半径小さく回れるんですよ。だから白バイはこんなに寝かして、いかに小さく半径小さく回ろうかなった場合にはなるべく寝かした方がいいんです。ただそんなのできないですよね。で特にまあ、あの今日もあまりコンディションは良くないですけど、あの砂利が浮いてたりすると当然バイクベタなんて寝かせられないので、その時にはさっきやったような形でなるべくバイクを起こしている状態でハンドルを切ってあげて、で、スロットルとリアブレーキの併用です。要はさっきも、スロットルを開けながらいくらかクラッチ当ててました。でもこうブンブン煽ってなかったですよね。なるべく一定に駆動力を与えながら、クラッチも全部切っちゃうとアクセルを開けてる意味がなくなっちゃいますから、いくらか半クラッチ使ってますけどリアブレーキと併用してみます。そうするとバイクを起こしている状態でフルロックでも2車線ギリギリであれば回れます。倒せばよりタイトに回る。でとりあえずですね、最初は3車線か、バイクによっては S 線なんかは切れ角が少ないですから、4車線ぐらい使っていただいて、できる範囲からまずはこのスロットルを当てながらリアブレーキで調整するっていうのをやって